はい、これでいいんか。いいよ、それでいいよ。これでいいんか。それであと変わったやつは。そう、こうやって。そうそうそう。もうちょっと後ろ、この辺。この辺までこうやって。電信が入る。うん。うん。疲れた？大丈夫？そうそうそう。そう。うん、あ、もう痛くなってきちゃった。痛い？何することはないか。あるよ、これいいっすって。ゴンゴン、うん、あ、こう、こう、うん、そうそうそう、それで、はい、こう、こう開いて、で吐きながら小指に吐いて、そう、そうそう、吸って吐いて、そうそうそう、そうそうそう、吸って吐いて、そう、はい、吸って吐いて、はい、吸って吐いて、はい、そうそう、吸って吐いて、はい、吸って吐いて、そうそうそう、吸って吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて、また違うやんない、うん、同じ言葉か。疲れる、うん、疲れてやんか。疲れたら一緒に座って、うん、母だよ母だね、母だけやってや、母だね今度はね、こう、これは横にして、うん、肩肘でいってこう、肩肘で首、前にこう、ね、肘手首、肩肘手首、水持っとかなくちゃ水持ってくらいいよ、水も、水あるあるある、うん、喉乾くよね。バレーより大変じゃん。94歳っつうのね、大変なんだよ。生きることが大変なんだ。そうだよね、運動までいかないとバレーより大変だ。んバレーより大変だ。バレーより大変だ。え、そうかい、うん、バレーより大変かね。バレーの方が優しいね。あ、そう、うん、体に負荷がかかるってことだね。こっちの方がじゃあ体が鍛えられるわ、うん、うん。こっちの方が体が鍛えられる、元気が出るよ、これからどんどん。バレーの方が柔らかいからさこっちはなんか、そうそうそう、こうだろ。あ、だからもうこうやって胸介護ね、こう 胸の介護って、こんなことばっかりやってんの。胸の介護ね、これ胸の介護。こんな開いてて、て肩横向いて、横向いて肩肘ってくる、まあ、正面のです。横向いて肩肘ってくる、肩肘ってくる。バレーより気候のが大変だってことが分かりましたね、今日ね。はい、肩肘ってくる、肩肘ってくる、肩肘ってくる、肩肘いってく、そうそうそう、肩肘いってく、はい、こうか、すごい、大丈夫で、いつって今度は肘を緩めます。あ、こうにやってこうか、もう伸び上がって、うん、でね、肘をこう下にハッ、こうにやって、吸って正面でハッと、あ、もうくたばれ、座って休んでもやっぱりね、こう大変だね、こうやっぱり疲れるんだね。疲れんだよ、バレーより大変なんだ。なるほどね、そうだよね、うん、うん、そうだよね。じゃあ準備運動終わったら終わりですか。あ、でもいや、まだ、うん、休んでてもうちょっと、じゃあ休みに休みやればいいよ。お前のやつ見てて、うん、あ、そう、じゃあやってみせるよ、こうやってね、うん、今ここまでいったよね。 これは肘を緩めるんだよね、こうやって、こうやって肘を意識して、肘を、でこうやってまたこうやってね、これは全身の関節を緩める運動、うんうんうん、下からね、こう下からどん、膝ね、股関節、肩ね、肘、手首、全身の関節を緩める、うん、ね、じゃ遠くに手首、手のひらを通して折りまーす、ふわーいちってね、折りまーす、ふわうち、ふわうち、ね、そしたらね、これ、心臓と背中を叩く、こうやって叩く、叩いて、叩いてる、そうそう、こう叩く、そうそうそう、そうやって叩く、こうやって邪気を出す、毒素を、体の毒素を出す、こうやって叩いて、ね、肩を叩いて、うん、肩を叩いて、うん、そうそうそう、肩叩いて、やってみよう、そう、肩叩いて、うんうんうん、で深く、もっと深く、うんうんうん、そうそうそう、はいはい、でそのお腹と腰、そうそう、手の甲で、手の甲でここ叩く、ね、
こっちに握るように下をこっち側を握るような感じ、うん、握りにくような感じね。こっちはお腹が高くね、手のひらで、うん、そうそう、そう、うん、難しいんだね。難しいかちゃったね、うん、初めてね。初めては難しいんだな、うん、じゃあ股関節叩く。そうそう、このくらいだ、できるよね、このくらいならね、このくらいならこのくらいやってるよ、うん、お腹がいいんじゃない。うん、そうそう、便秘もいいんじゃない。便秘にいいよ、この運動は、うん、そうだよ、うんうんうん、うんうん、そしたらお尻、お尻って叩く。腰か、うん、腰にもいいよ、これ。じゃあ、仙腸関節ってさ、うん、あ、これいいね、仙腸関節ってね、これはいい、これ叩いてください、うん、仙腸関節、うん、ね、そしたら下に叩いてって、っていう、内側から上げてきて、外側から下ろして、内側から上げてきて、そう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 、で手を内側からで、外側から下ろす、手を外側から下ろす、手を内側から、外側から下ろす、はい、手を内側、はい、内側、外側から下ろす、で手をこすって、これ座ってやっていいよ、大丈夫、座んなくていい。だけど、歯が減った、もうくたぶれちゃった。だから座って、あ、座ってればいいや、これは座ってやってさ。ダメだね、結構疲れるね、気候は、うんうん、あ、大変なんだ。あ、疲れるね、やっぱりね、うん、あ、じゃあ手首をこすって、うん、これは、あ、マッサージだから、このくらいだから、このくらいならできるだろ、自分のマッサージだから、うん、そうそうそう、で小指の、うん、そうそう、小指は心臓とつながってるから、うんうん、親指は大腸、小指は心臓、顔撫でて、ああ、ダメだ、ほら、あ、目がこれしてるから、あの、ちょっと離して、気で慣れるから離してやって、離して、そう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 、じゃあ首筋をこう撫でて、離してやる、で、喉撫でて、両膝が下に下ろします。そうそうそう。はい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 。歩けない人はこう座ってやってるんだね。そう、そうだよ。座ってやってもらってんでいい。うん。うん。じゃあ胸痛い。老人ホームなんかそういう座ってやってる。座ってやらないんですよ、胸痛い。ね。はい。じゃあ脇からお腹。で、腰をこすって。腰こすって。じゃあこれくらいで終わりにすっか、今日は、うんうん、はい、じゃあもうおふくろさんもくたびれたんで、今日はこのくらいで終わりにします。どうも。あ、もういいや、お疲れ様。これいい、これいいよ。はい、じゃあありがとうございました、ありがとうございました。どうも。できてたかね。できてただろ。おかしい、おかしい。あ、これ。ライブで配信してなかった。押してなかったんかな。あ、終わったんか。ライブで配信してんじゃない。いいよ、そうして。